エジプト皇王国は古代エジプト史における時代区分。通常エジプト第3王朝からエジプト第6王朝までの時代を皇王国と呼ぶ。なお、この区分は現代エジプト学による区分であり、古代エジプト人自身が初期王朝時代と皇王国を区別していたわけではない。初期王朝時代の最後の王、カセケムイは皇王国の最初の王を通ると、 血縁関係を持つのみならず、首都や国家機構も含め、公王国は初期王朝時代の継続である。公王国時代は古代エジプトを代表する建造物であるピラミッドの建設が始まることや、太陽神殿の建設に特徴づけられ、またそれらを可能とする行政機構、国家制度が整備された時代である。サナクト王がおそらくはエジプト第二王朝の王女をめとって、 紀元前2686年頃に王となり、エジプト第三王朝が開かれたことをもって、皇王国時代の始まりとされる。現代では4つ、または6つの王朝が皇王国時代に分類される。セ王朝時代から引き続いて首都はメンフィスに置かれた。ジェゼル王のピラミッドこの王朝の時代、多くの新規軸がエジプトに導入された。まず史上初めて、ピラミッドが建造された。 サッカラに建造をされたジェセル王の階段ピラミッドがそれであり、王の総裁を担う重要な形式が成立した。また初めてサナクト王の時代、初めてカルトゥーシュが用いられた。これはヒエログリフの文書で王名を囲う枠であり、その後古代エジプト文明の終焉まで使用され続けることになる。史上な高いギーザの大ピラミッドが建造されたのがこの王朝の時代である。 建造者であるクフ、カフラー、メンカウラーの3王は、現代最も著名な古代エジプト王の一角であり、ヘロドトスのような古代の著作家も彼らについて記録を残している。これらのピラミッドの様式は、第3王朝時代に作られた海岸上の外観を持つピラミッドから直線のラインを持つ神聖ピラミッドへと切り替えられている。最小職に王子が就任し、 王族を中心とした体系的な官僚機構が整えられた。この王朝の王たちはまた古代エジプトにおいても長く語り継がれ、中央国時代の文学作品にも主要な登場人物として登場した。クフ王の肖像ピラミッドの大きさは定型化し、第四王朝時代のような特大のピラミッドは建造されなくなった。代わって熱心に太陽神殿が建造された。 これは、ヘリオポリスにある高い砂と、聖なる、ベ々ンベン石を模した聖ところであり、また、王の称号に、ラーの子が加えられるなど、太陽神ラーに対する崇拝が進展した。国家機構も第四王朝時代よりもさらに整備され、官僚機構は、次第に王族を中心とするものではなくなり、細分化された。上、エジプト地方の行政効率化のために常時複数の、が、 複数の認知で任務を分担する体制が整えられた。第五王朝に引き続いて定型化された大きさのピラミッド建造が続いたが建築技術は退化しその多くは現在崩落の度合いが高い。ピラミッド内部にピラミッドテキストと呼ばれる呪文が書かれるようになった。これらの中にはラーガミに対するものと並んでその後のエジプトで重要な信仰を集める冥界と復活の神。 オシリスに対するものが含まれる。またこの王朝の時代には対外関係において極めて活発に活動し、採石、採動、石材、木材を求めて市内半島やパレスチナ、ヌビア等に経済的、軍事的遠征が繰り返された。この時期を皇王国とするか、次の第一中間期に分類するかは研究者により一定しない。第六王朝の末期、 肥大化した官僚機構を改善するための行政改革はうまくいかず、また各地の就航の自立性が高まって中央政府の地方に対する統制力が低下した。王の意向は低下し、一方勢力を増した各地の就航や役人たちは大型化しよく整備されたマスタバボを残している。マネトは、第七王朝はメンフィスで70日間に70人の王が統治したと、 する。この二つの王朝の実在は不確かであり、この時代にエジプトの統一が崩れた。第八王朝の若干の王はサッカラにピラミッドを残している。アビュード総名表に記された、皇国時代の王のリスト、皇国時代は、通常第三から第六までの王朝が順次、交代したとされる。しかしこれは、戦争や大規模な混乱の末の交代というようなものとは、 かなり異なったものであった。おそらく第二王朝と第三王朝の交代においても同様であったが、新王朝の最初の王とされる王は、例外なく、前王朝の王族の娘を妻とすることで、血統的正当性を確保しており、また、王朝の創設者は、第四王朝の初代王、スネフェルや、第五王朝の初代王、ウセルカフのように自身が、 前王朝の王族に連なる血筋を有する場合が、ほとんどである。第三王朝時代から第六王朝時代に至る王朝の交代劇は、基本的には政府内における事件であって、大規模な戦争などによって交代がなされたわけではなく、エジプトは数世紀にわたる統一権力の下に置かれ続けていた。皇国時代以前、初期王朝時代からエジプトの歴代王は、 王権強化に邁進してきた。その手段として行政組織も整備されていった。古代エジプトの地方行政集であるノモスに関する記録が初めて登場するのはエジプト第三王朝時代である。ノモスはその原型を統一王朝時代以前から存在する地域、共同体化、初期王朝時代に設置された行政集下のいずれかに持つと考えられており、 皇王国時代より前から存在すると考えられるが、皇王国時代になって、それについての資料が増加することは、行政州としてのノモスの整備が進んだことを示すと考えられる。第三王朝時代には、長官、高知指揮官などの称号があったことが記録にある。初期段階ではおそらく王族や王の任命による修行が定期的にノモスを巡察して、 収穫状況などを把握し、調税を行った。第三王朝時代の行政組織はまだあまり体系だった組織ではなく、その国家機構は未熟であったと言われている。第4王朝時代には国家機構は大幅に整備された。これは国内支配を安定させることはもとより増大するピラミッド建設に対応するための資源、労働職の周廃機能を持った。 行政組織の必要性が高まっていたことに対応したものであった。建築活動を統括する労働長官は、その他の部門よりも上位とされており、建築活動が重要視されたことを物語っている。第四王朝において、上位官職は、基本的に王族の独占であった。特に第四王朝において、行政組織の最高位であった最小職は、 初代のスネフェル王の王子ネフェルマートが就任して、以来、監修的に王子が担当し、労働長官職は、最小となった王子が兼任した。これは王への権力集中の証であるが、一方では、王族から上級職にあたる人員を十分確保できるという、事実は、行政組織の規模の小ささと、単純さを示すものでもあった。とはいえ大王王朝初代の王、 スネフェル以来整備された、この行政組織によって、第四王朝時代には、空前絶後の巨大ピラミッド建設が可能となったので、ある。第五王朝時代に入ると、上位官職の王族独占は、終焉を迎え、最上位たる最小を含めた地位に非王族の有力者が進出した。この人事的な変化と工夫を以後のピラミッドの縮小傾向を重ねて、王権が、 弱体化していったという説があるが、そもそも行政組織の体系的な整備と拡大が進行したことで、もはや王族から必要な人員を確保するのは非現実的であり、王族外の有能な人材の抜擢は必然的な流れであった。司法、農政初期、財政といった主要な行政部門が整備されるのもこの時期である。一方で最小が複数置かれるようになり、一人の 役人に権力が集中することを防止しようとした形跡も見られる。地方行政においては、上エジプト監督官などの官職が登場するようになり、また、第五朝時代頃から、修行が管轄するノモスに居住し、地位を施衆する動きが見られるようになった。こうした修行は、次第に、応募の周辺ではなく自らの認知に墓を造営するようになった。 しかしこうして複雑化、細分化する行政組織に比して税収の増加は次第に頭打ちとなっていた。行政組織の複雑化は取りも直さず役人の増加に直結する。役人に対しては横領地の咀嚼や総裁用の供物の提供などいくつかの方法で給与が与えられたが人数の増加に伴い土地であれ、総裁用の供物であれ、 一人当たりに支払われる報酬は減少し、役人の生活状態は悪化した。第5王朝の末期から第6王朝にかけて、おそらく税収の増加を目指した、行政改革が繰り返し行われているが十分な効果は上がらなかったようである。このため、ピラミッド都市管理者などへ、各地の役人を任じたり、ピラミッド都市等の付属領地を報酬として与える、方策が取られるようになった。 これによって、ピラミッド複合体を通じて供給される供物などが、中央政府の役人や、宗公等に解放される道が開けた。しかし、有力な宗公や役人は、こうした官職をいくつも兼任し、次第に王を上回る勢力を持つ者も、形成されていった。そして第六王朝のオッペピ二世の極めて長期に、渡る、在位の間に、王の指導力や地方に対する、 統制力は著しく弱体化することになる。ギザの大ピラミッドシェプセスカフのマスタバウセルカフの太陽神殿の 3D 復元図ピラミッドの建設は皇王国時代の極めて重要な特徴の一つである。一般的にマスタバと呼ばれる大型の墳墓から次第に階段ピラミッドが発達し、やがて直線のラインを持った神聖ピラミッドが誕生したとされる。 ピラミッドの建設目的やその手法、階段ピラミッドと神聖ピラミッドの取り扱い方については膨大な研究が存在し、日本の吉村作次のように蒸気のようなピラミッドの発達過程を想定することに説を唱える学者も数多いが、ここではそうした問題には立ち入らない。上で述べたような整備された行政組織を背景に王国時代には各地にピラミッドが建設されたが、 ピラミッドは単独の建造物ではなく、通常ピラミッド複合体と呼ばれる付属施設が存在し、建造した王の死後も葬祭は継続して行われた。ピラミッド複合体で行われる葬祭、祭礼は時代を覆うごとに重要視される傾向があった。死後も葬祭儀礼を継続するという行為は、古代エジプトにおいて人間は、死後もその礼が整然と、 同じく食料を必要とするという発想があったことに由来する。この死者への食料の供給は遺族の義務であったが次第に神官が代行するのが一般化した。ピラミッド複合体の総裁儀礼もこの延長上にあるものである。ピラミッドの詳細についてはピラミッド及び各ピラミッドの個別項目を参照この時代に建設されたピラミッドは現在でも数多く残っている。 主要なものは以下の通りである。他にジェセル王なものと考えられる小型のピラミッドが南からエレファンティネ、エドーフ、ヒエラコンポリス、オンボス、アビュドス、ザウィエトエルアリアン、セーラ、そしてデルタ地帯のアトリビスに至るエジプト全域から発見されている。太陽神殿は第五王朝時代に盛んに作られた太陽神ラーを祀る神殿である。 ピラミッド複合体に似た付属施設を持ち、中央にはマスタバに似た基団がありその上に巨大なオベリスクが建てられた。この構成はラー信仰の本拠地であったヘリオポリスのラー神殿の新生物である高い砂と、ベンベン石を模したものであると考えられる。太陽神殿は当時の記録から少なくても6カ所は建立されたことが分かっているが位置が確認されて、 発掘調査が行われたのは2カ所だけである。他の4カ所については現在、位置すら分かっていない。ニューゼルラー王の太陽神殿に建てられたオベリスクは、高さが56メートルもあったと推定されている。カフラー王のピラミッド複合体に含まれるスフィンクスは、エジプトの彫刻作品の中で最もよく知られたものである。スフィンクスの建設者は、カフラーとするのが有利季節であるが、 以説も多く見られる。しかし一部で言われるようなピラミッドよりも数千年以上前のものであるとする説は根拠白弱であり、学会において積極的な考慮の対象とはなっていない。マネと温暖編集。エジプト氏は役が公開されている。ありがとうございます。